ルイ・メズナリーは、フランスのエンジンエキスパートであり、ルマン24時間レースに出場した、チームオーナー。サントリー・シュルセーヌで1930年1月14日に、生まれ、2020年8月5日に、クードレーモンソーで亡くなったルイ・メズナリーは、オートバイと競技者の準備者であり、ルマン24時間レースに出場した、チームオーナーです。ルイ・メズナリーレーシングチーム。 ポルシェ水平対抗6気筒モーター、ルマン24時間レース、1975年のルマン、リュックメルアと別のエンジニア彼は、フランスのサントリーシュルセーヌでユーゴスラビアからの移民の両親に生まれた。子供の頃、彼は、機械式ゲームが好きで、自転車の部品をいじって、高性能化した。13歳で補助エンジン付きの自転車なシュークイックリーを手に入れワークショップに参加していた。 1945年から1948年まで、彼はザックスのオートバイ工場である MR に勤務し、ニストロークエンジンを担当していた。1948年から1949年まで、彼はオートバイに携わっている間、フランス軍の兵士としても従事。1971年から1983年まで、彼は公式のポルシェ911トレーナーであり、 ルマン24時間レース、フランスラリー選手権、ヨーロッパラリー選手権で一連の勝利を収めました。パリのサロンモトレジェンド2017で、ルイメズナリーは、これらの最後のモーターサイクルをオセネットオークションハウスから 4NSU で販売しました。近年、彼の動きはどんどん少なくなっていますが、私たちはいつも彼を見つけて、たくさんの思い出を交換することを楽しんでいました。 彼は2020年8月に亡くなりました。ありがとうございます。